ますわね。灰色の騎士もさすがだが、それ以外の雛鳥も結構やるな。黒ウサギにバンダール流、それ以外も粒が揃っているわね。さすがの腕前だが。でもなんとか届かないわけじゃないわ。このまま一気に押し切ってやるか。調子に乗るんじゃありませんよ。ここまではあくまで小手調べです。何？この上まだ余力があるというわけですか。ええ、本気の彼女たちはこんなものではないはず。はあ、気を抜くな。いや、別の何かだ。気をつけて、僕もあれにやられたから。成功陣を披露するのも久しぶりかしら。我ら敵機体が結社最強とも歌われるゆえ、その身で存分に味わうといいですわ。その必要はありません。お戻りでしたか。もしかして結社の七使徒の一人。見くらう蛇が第七中、鋼のアリアンロードと言います。トールズ第二仏校獅子神皇帝の意志を受け継いだ生徒たちに共感でしたか。なんだ。そこに存在するだけで、喋るだけで感じるこの圧力。来い、バリマール。いきなり。おう、出し惜しみできる相手じゃない。七組総員、ミリアムを救出してここから撤退してくれ。良い判断です。ですが間が悪すぎましたね。しまっ。瞬間転移。バリマール。これも良き機会です。見せてもらいましょうか。八葉の一端の担い手にして、灰の起動者の力のほどを。あ、これは。マジかよ。ユーナ、預かっておいてくれ。教官、これって。それがないと教官は。以前から一度手合わせ願いたいと思っていた。リーン教官。内戦時でも見せた。八王一刀流中伝リーン・シュバルツァ、全身全霊をもって武の修行に挑ませてもらう。行きやよし。それでは行きます。灰のライザー。